晩年の J. アップルトン、2013年撮影。J. アップルトンは、生息地理論を提唱し、見晴らしイコール隠れ家の概念を考察した、イギリスの地理学者。アップルトンは19、1919年12月に、ヨークシャー州で生まれた。生後18ヶ月で、ノーォーク州、フェイクナムに近いスキバードに移り住んだ。1940年、州内南部のディへ移り住んだが、 その10年後には、大学の仕事のために、ヨークシャー州に戻り、そのまま死去するまでコッティンガムに住み続けた。1960年代、春大学の教員だった頃の J アップルトン。アップルトンは、オックスフォード大学とダラム大学に学び、さらに後のニューカッスル大学の前身となった、キングズカレッジでも学んだ。その後は、春大学の地理学教授となり、 1985年に引退して名誉教授となった。アップルトンは人文地理学者として特に交通の問題に関心を寄せ、1962年にはザジオグラフィー・オブ・コミュニケーション・ツイングレート・ブリテンを出版した。1970年、電営委員会の求めに応じた報告書の中で彼は イングランド及びウェールズにおける廃止された鉄道路線について提言をした。1975年、アップルトンはザ・エクスペリエンス・オブ・ランドスケープを出版し、人間の美意識としての見晴らしイコール隠れが理論を提唱した。この理論によれば、芸術における思考は、生来の欲求を満足させるべく特定の手法に対して獲得された傾向なのだという。そこには、 機会を求めて見晴らしを得たいという欲望と安全のために隠れ家にこもっていたいという二つの欲望がある。この両者を後付けていくことで成功した永続的な美意識にたどり着くことができ、同様のことを予測することを可能にする能力を得るというのである。1950年代初めからアップルトンはノーフォーク方言で物語を書き、これをバーミンガムから放送される。 BBC のミッドランド地域放送で朗読するようになった。1958年に BBC がノリッチのセントキャサリンズ・クローズに新たなスタジオを設けた際にもこれを記念して新たな物語が提供された。アップルトンは詩人としても詩集を出版していた。ありがとうございます。